株式会社新潟放送は新潟県を放送対象地域とするラテ県営の特定地上機関放送事業者である。ラジオは JRN と NRN のクロスネット局。コールサインはジョドアを筆頭に全3通り。テレビは JNN の単独ネット局。コールサインはジョドア DTV。リモコンキー ID はキー局の TBS テレビと同じ。6。 テレビではデータ放送を実施しており番組表サービス G ガイドを配信している系列新聞は新潟日報また特定地上機関放送事業者で唯一の地方ローカル局としても数少ない株式上場企業であるキャッチフレーズは新潟続婚宣言幸せの種 BSN でイメージキャラクターは熊の種まきスキートはグックマ以上は 連結対象市会社。これらを含む子会社7社、関連会社2社で BSN グループを構成する。企業、団体は当時の名称。出展、新潟県企業の新潟日報社と越後交通は、キー局の TBSHD よりも出資比率が高い。かつては政治家の田中角栄が大株主であった。 1978年3月31日、1992年3月31日、2003年3月31日、2006年3月31日、新潟大火の直後に民放連が発刊したパンフレットの表紙。タイトル、ラジオ新潟は生きていたの、新井以下のあざみ側にある建物が、 ラジオ新潟のあった山と新潟店1964年6月16日13時1分に発生した新潟地震発生後の番組編成、活動状況は下記の通り。この放送中に新潟市災害対策本部からの要請で県内の化学製品工場の関係者宛てに化学消防車を昭和石油火災現場に派遣してほしい趣旨の救援放送を実施。 ラジオを聞いていた関係者により、当日深夜科学消防車が応援に駆けつけた。2004年10月23日17時56分に発生した新潟県中越地震発生直後の番組編成状況は、下記の通り。BSN 新潟放送山に津ラジオ送信所、全家現在過去トンネル内、再送信サービス実施箇所その他正式な送信所では、ないが、災害時に、 クレーン車を使った移動式中波アンテナを設置する技術を2013年に開発予備送信設備として総務省の認可を受けている。クレーン車自体を空中戦の一部として使用することでクレーン車到着から電波発車まで約1時間で作業が完了するほかコストもクレーン車のレンタル代以外は自社設備を流用するため非常に低く抑えられるという。 2021年7月時点。詳細は公式サイトのラジオトップページあるいはラジオ週間番組表を参照。自社制作番組は太字。平日週末ラジオ番組制作担当について、新潟日報ニュース、BSN ニュースは報道制作局情報センターラジオ担当デスクが、それ以外のラジオ番組はラジオ局編成制作部が制作している。 自社制作番組終了した番組は、公式サイトの終了した番組も参照。他、TBS 系列局のリモコンキー ID 地図、アナログテレビ放送自社制作番組ネット、番組自社制作番組ネット番組ほかほかは1981年4月1日以降、NST へ、は1983年10月1日以降、NT21UX へ、ほかは、 タニーに開局と同時に移行ほかほか中 TBS 系のネット番組は1968年12月16日の新潟総合テレビの開局時点から BSN は TBS 系の単独ネット局になったため大部分の番組がネットされることになったアナウンサーはすべて報道制作局情報センターに所属しているは元アナウンス部長丸はアナウンサーではなく ラジオパーソナリティ過去に設置していた場所、ありがとうございます。